それでは復習の方をね少し見ていこうかなと思うんですけども、今日配ったものがあるかと思うんですね。で実際でこれ春の方にはまあこの前ちょっと講義をしたんですけどもね、まあ、その中でもちょっとお話をした通り、ねこの一つ目ってこれ令和元年の問題なんで、まあ、これ最近の問題ということでしょう。で割と項目をパチッと上げることができるかっていうところなんですけどもね、ただ聞いてみるとあまりこれがちょっと分かっていないなっていうところがあったので説明したいと思ってるんですね。で2つ目はこれ平成11年なのでこれは旧試験の問題です。で書き方は結構違うんでね今とはね。でさらに言うならば項目上げてってわけではないのでどう書くのがいいのかっていうところを踏まえてちょっと見ていきたいと思うんですよ。でもちろん今の試験ってどういう順番で書いてどうするかってあまり問われていないんだよ。ないんだけどもできればですね過去問解く時って考えながらちゃんとねやってもらった方が説明するうまさって増してくるのね合格した後にもね。まあ、それも含めて少し見ていこうかなと思うんですけども、まずこれ令和元年のこれ問題なんですけどもどんな問題でしょうかというところですね。ここでまずこれ見る時っていつも言ってるように段落にこれ分けて解くんです。で実際上私も線を引いてあるものがあるのでこんな感じになるのかな引くとねですよこの問題なのでこれはどこだこれ、まあ、この辺ですかね。こんな感じにこれ引けると思うんですよ。一段落がこうで一方ってところがこれ対立概念なんで、こういう逆のベクトルになりますよね。でそこでといってのはこうの動きになるのでまた下これ向くんでしょうね。向く時ってでしかしながらこうはと言ってるんでこれもまた向くんでしょうね。こうの構成がずっと書いてありましてで通常見るときってこっから読むんです。以上の事実を踏まえっていうところが読むのね。読むときで上から読まないんです解くとき。踏まえ以下の説問に答えよう。ただしリンゴジュースおよび菓子の各商品はこれ類似っていうことになってます。で類似をしないって一応書いてあるね。3者は、まあ、相互に類似関係はないと、まあ、書いてあります。まあこれいいんですよね。問題はこの下こっから見るんです。問題って項の商標登録者にかかる拒絶理由はいずれの指定商品との関係におけるものであるか理由とともに書けと書いてあるね。でここから何が読めるかっていうところです。ここ読める場合ってありますね。いずれの指定商品との関係におけるものかと書いてあるんで多分指定商品が複数なんですよ間違いなく。で多分聞いてくるものって片っぽこれ該当し片っぽは非該当だと多分聞いてくるんでしょうねおそらく。で何でしょうねこう来るともう決まってんのねこれもパターンとしては、まあ、通常パッと読めますけどね。でさらに下見るわけですよ。括弧2項は商標 AOM リンゴアムリンゴというのかなリンゴについて亀裂理由と関係しない各指定商品について地域団体商品の商標登録を受けと書いてあるんで、まあ、地団を出したっていうところなんでしょこれ、で問題がない指定商品については受けたいんですね。でかつ2つ目亀裂理由と関係する指定商品についても地域団体商標登録の出願日を確保してたと言ってるんでこれ何ですか確保と言ってるんで何でしょうね。でさらに何らかの形で、まあ、商標登録受けることを考えている形と言ってますよこれ何でしょうかねこれ、まあ、通常だったら多分分割と変更なんでしょうねおそらく聞いてくるものって。で権利を取りたいと言ってるとこっからもうパーッとこれ読めないといけないんですよ。多分地域団体商標を出してある指定商品については問題があるある指定商品についてはないってことになってるのね。である方については一体どうすればすぐ登録になりますか。当然分割を行って元の姿にこれ残せばすぐ登録になりますよね。で削除性これ多分聞いてるのがおそらく2番の丸1なんでしょうねおそらく。で2つ目問題ある方、まあ、これは変更に供してってことでしょうね。分割を行って新しい姿にした後に変更を行うことによって解消と多分書くんでしょう。で地団が来ているものについて分割を行って変更することによって解消できる亀裂理由って一体何でしょうかね。変えるって話になると地団から通常か団体しかないんですよ商標ですから他の保育に変えることはできないってことになるので何でしょうかってことです。逆だったらね団体商標を行って、一部問題となったというんだったら
多分30以降、3号で32号かなってあるかもしれません、けども、手段を出しちゃった話になるとないでしょうね、それは当然。だって周知性がもっとレベルが高いってことになるので、団体とかね、ないしは通常の方がね、キレツリー解消ってことにならないと思うんですよ。じゃあ何でしょうかということだけど、これもパッと見ちゃうと多分7条の2ですね、おそらく来たのって。7条の2と。であまりこれ聞いたことがない問題なんですけども、それどう書くのかというところでしょう、おそらくね。で、効果が取れる措置をその要件のために説明せよと聞いています。だこれ聞くのは分割と削除制と変更というところを書くんだって、これ読むとすぐ分かるんですよ、見た瞬間。見た瞬間ね。で、多分来てる亀裂理由については7条の2っていうところになるのかなって分かります、おそらく。で、これがまず瞬間的に読めないといけないんですよ、見た瞬間。あ、これなんだってことね。で、指定商品が複数語書いてあって、一部について問題があって、他は問題がないと言ってますからね。さあ、どうなってるんだろうかというところですね。出した商標は地域団体商標登録出願ってことになってるんで、さあ、どうなってるんだろうかというところになります。見ていきましょうね、ここね。まず1段落目から。甲はアム県所属の法人格を有する農業協同組合であると言ってるんで、まあ、要件として団体の主体的要件多分満たしている可能性高いでしょうね。で、甲の構成員は、甲が厳格な基準のもとで品質管理を行ってきた、エーオム系産の特産品であるリンゴの販売及びその加工品であるリンゴジュースの加工販売を行っており、リンゴとリンゴジュースってことですかね。加工販売を行っており、その際、商標 AOM リンゴ、括弧普通に用いられる方法で表示をする文字のみからなるって書いてあるんだけど、これって地域団体商標としては妥当な表記対応でしょ。普通であってのみからなる。もし普通じゃなかったら、そもそも要件緩和して示談を認める必要性全くないしない。あと、のみじゃなかったら、これもその要件で緩和する必要性がありませんので、一覧って文字商標であって普通に用いるもののみからなってるんだということが一応書いてあるわけね、ここ見るとね。ということはもう三条関係、そうなると一体何でしょうかっていうことでしょうね。で、その後ですね 一方、他人乙が A オム県産ではあるが、上記の品質管理基準を満たしていないりんごを原料とする菓子に、商標 AOM リンゴを使用して販売する計画を進めていることが判明したってことね。菓子ですかね。そこで甲は AOM リンゴについて、第31類 AOM 系産のリンゴ及び第32類 AOM 系産のリンゴを原料とするリンゴジュースを指定商品とする地域団体商標の出願を行って、何か問題があったんでしょ、行った。で、複数個指定商品出してるよね、こうって。一つは何かというと、ここですよね。別にオズって出願やってるわけではないから、これに出となることはないんですね。一応きた規格規定することを規格として出しましたと言ってるだけなんで、相手はこれ一応関係ないってことです。自爆型の多分亀裂がやってくるんでしょうね。で、指定商品が一つがリンゴ、もう一つがリンゴジュースってことになるんですけども、さて、これに来る亀裂は一体何でしょうかというところです。で、そしてなぜ分割と変更等をやることによって問題って解消できるんでしょうかというのを書くんですけども、さて、これ何がやってくるんでしょうかね。何がやってきます？あと、ずっと見てみると、この辺ね、なおっていうところで、最終的にはこれ、全国的に周知になったと言ってるんで、まあ、三条理工を適用できるような状況になっていますってことで書いてあります、見るとね。さて、どうなるんでしょうかね。2つの指定商品があって、一部は多分ダメで、一部はいいってことになるんでしょ。これどうかな。通常の商標だったら多分これって来ないと思うんですよ。ただ、地域団体商標来る可能性があって、なぜですかっていうところです、ここは。これ聞いたらね、あんまり分かってなかったよね、聞いたら。で、普通の商標であまりこれ問題とならないんですよ。まあ、周知性があるまっていう前提ね、あれば問題とならない。でも、知念はこれ問題となるんですよ。なぜこれ来るんですかね。どうですか、できます？リンゴとリンゴジュース、それも産地は一応限定されてるのね、指定商品見るとね。A オウム県産のリンゴ、 A オウム産県産のリンゴを原材料とするリンゴジュースと書いてありますんで、産地表記はちゃんと付されてるのね。でも問題となるんでしょ、これ。なんででしょうかっていうところです。どっちに来るの、これ、来るのって。
キュレツ理由って、リンゴジュースに来る。なぜこれ来るの？ちなみに、でどこに該当するのこれ、うん、1個1個のどこに該当するの？リンゴジュースと書いてあると来るんだと。どこに該当するの？そう、普通名称ね。それちゃんと書けるかなね。でリンゴジュースってあのどうなのかな、 AOM 系産のリンゴジュースで AOM 系 AOM リンゴって書いてあるんでしょ。これってリンゴジュースって普通名称なの？なんとかリンゴって、これ原材料表記だよ。ダラジョロに1号2号3号には該当しないですよ、どう見たって。1号って普通名称って書いてある。で2号が慣用表記で、3号が普通名称または慣用表記の他に本場ってついてるようなものでしょ。だけどね、あのリンゴジュースにリンゴと言ったって原材料表記であって別に普通名称慣用表記ではないって書くべきなのね。したがってこの場合1号に該当し、7条の1号に該当しってことでしょ。で規律がやってくるんだと書きますよね。でそれはあまり書いてなかったの、見ると回答例でも全然書いてなかったの。同意しなかったらいけないって書いてるだけなんで、なぜかって書いていないんですよ。で分からないね、そうなっちゃうと。じゃあどうしたらいいって話になると、来てない規律理由、来てない指定商品については分割を行って元の質感に残すってことね。で削除を行って問題がある方については分割を行って変更しましょうって書くわけでしょ。まあ、団体か通常になるけど、まあ、多分この場合って団体が妥当だってことになるよね。で別に団体商標の場合って7条の2のような公正対応とか求めていないわけなので、指定商品がこのように限定されていれば全く問題がないわけですよ。あとは31号3号来る可能性があるんだけども、全国的周知であるならばこれクリアってことでしょ。それを書いてもらいたいってことなんだけども、あまり書けなかったよね、これ見ちゃうと。なぜかなってよく分からなかったんだけど、7条の2っていうところの理由ちゃんと書いてほしいわけですよ。1号だったらどうなってるのか、2号だったらどうなってるのか、3号だったらどうなってるかっていうところね。その対応との関係で決まるんだっていうところでしょ、書くのってね。であとはいかに早く回答を出せるかっていうところです。これ読み方は今言った通りね、あの見てしまったら数秒で多分解けるんですよ、これ聞いてるところって。あまり深く別に聞いてるわけでもないよね、これね。いかに早く項目をちゃんとキープして解けるかっていう問題がこの問題。最近これでしょ、これでの問題、ね、で似た問題ではないんだけど、旧種の問題でちょっとまた違うんですね。一見見たら簡単に見える、簡単に見える。で一、まあ、書くだけだったら簡単なんですよ。でこれにそっくりなのがイロハにホヘトってなんか、そんなやつがあったと思うんですよ。そっくりな問題が出たのね。今はそこまで書く必要性ないんですけども、さてこの平成11年の問題って何をどう書くんでしょうかね。でまたどういう状況って発生しちゃってるのかなって、これ読んでもらいたいんですよ。あのもちろん今の試験ってそこまで考える必要性ないんだよ。ともかく項目を挙げれば受かるっていう試験になってるから、まあ、それはそれでいいかと思うんですけども、うちで勉強するときってそれをちゃんとやって考えるんですよ。でその上で、あのなんだろう、あの書かないっていうのはこれ構わないと思ってるんですよね。そこは分かってなくって適当にってあまり良くないと思ってるのね、うん、で全てこれ問題って言葉って解くんですよ、解くときって。さあどうなりますかというところなんですけども、この平成11年だよねここね、項は範囲区の文字からなる商標について歌詞を指定商品として登録を受け現に使用していると書いてあるね、ここね。オツは項の出願より後に歌詞とパンを指定商品とし、これパンも入ってんだね、なんかね。で歌詞とパンは類似関係の商品ですから、ここね、ルーファイクって言ってるんで、これは通常類似関係はないですね。一連一体不可分でありますんで、ハイクとドゥーハイクは非類似ということになるでしょう。ただ指定商品はどうかというと、歌詞と歌詞同じ、歌詞とパンは類似ってことになるので、まあ商品関係は同一または類似関係含まれてるってことになるでしょうね。でマークは非類似なのでってことね、まあ、関係なく41項11項と関係なく、まあ、設定登録になったオスの商標権は合法ってことになるね。登録受けましたと書いてあります、オツね。で片っぽは俳句というこれ文字ですね、まあ、登録になっている指定商品はこれ歌詞だけということですよね。でこの下オツは
細菌こうと細菌と書いてあります。これもこたばるんですよ。細菌こうと、次動詞の歌詞、これも動詞と書いてあります。単なる歌詞ではないんですね。動詞の歌詞、これを製造販売を開始するとともに登録商標の構成を変え、中央に大きく俳句の文字を表し、俳句変更しようだね。その上に小さく A 文字 Do を吹きしたものを使用するようになった。こうがオズに対して取り得る手段について述べよって言ってるんで、これ結構広いですね。さて、これどういう状況を今指してます？そこから聞きたいんですけど、これ状況です。状況で何を知ったいの？で、何を書いてもらいたいの？これ、この問題って。で、その連関性はどうなるのって聞きたいんです。全部の総合連関です。どういう形になるのってこと聞きたいんです。まあ、休止圏そこですよね。どうですか、場面想定してどういうことを解決しなければいけないんだって書きたいわけですよ。で、そのためにはこれが必要であって、その連関は一体どうなるかということを書いてもらいたいんですけども、今の試験それは関係ないですよ。だけど考えてもらえたら、今何をこれやりたいの、どういう状況なの、この状況ってどうなってんの、状況としては。オズの商標を変更しようしているってことね。で、それもでっかく俳句っていう文字を踏まえて、あと「ド」を小さく書いて、それも分かれるような形で「ド」と俳句って構成対応が違うんだね。片っぽは英語で片っぽは文字ってことになってる。で、なぜこんな詩を使ってんの、ちなみに。どうして、言えることはどうしてこういう詩をね、オズは行っているんでしょうってことです。で、そこから言ったら何をしなければいけないんでしょうかってことです。まずは変更しようだね。変更しようだから取り消し審判って一番先にやるべきなんですか、これ。違うと思いますよ。何をやりたいんですか、これ一番。で、なぜこれ変更しようしちゃってんの。それもでっかく「俳句」って書いてね、ちっちゃく「ドゥ」ってちっちゃく書いてあるんですよ。これどういう状況で、また請求取り消し審判請求しって場面、通常どんな場面なんですか。わざわざ類似関係を使ってとか言うんでしょ。どういう場面でこれ使ってるんですか。おそらくこういうことだろうって読めなきゃいけないの、これ読むときって。どういう状況ですか。読むときの状況です。状況、ここから読むんですよ。どういう状況になってるかってある程度たくさん書いてるよ、条件としては。そこから読むので、取り消し審判って通常よく制裁って言うじゃないですか。で、なんでこんな使い方やってんのかなってことです。わざわざなぜやってんの、この仕様って変更しようって。簡単だよこれね。甲の商標が今すごく有名なんですよ、間違いなく。有名で変更しようを行って近しく使いたいんですよ。だから制裁って言われるのね、やるときって。で、どうしたらいいの、やってるんだったら。甲のブランドが今すごく有名なんですよ。で、オツはそれに近しい形で使って顧客の吸引力を奪おうと思ってるわけですよ。できたらいいなと思ってるのね。だから変更しようまでやってるわけですよ。で、やってるのがここにあるよね、最近。どうしたらいいの、通常だったら。まだ変更しようして間がないからすぐ差し止めるべきだって書くのね。それだと希釈過程どんどん広がりますから、まずはそこ先書くんだったら先、まずは差し止めるべきだ。で、類似関係はってことになるんだけども、オズが登録になってる商標権と甲の変更しようの商標って、これ類似関係あるでしょ、全平均になってしまってとなっていて、あと構成体も分離できるような状況でね、2段になっていて、文字体も違うということになりますんで、差し止め請求ってまずやりたいわけですよ、場面的にはね。じゃあ損害賠償どうですか、損害賠償って。これはどう書く、差し止めと損害賠償ってセットでしょ、通常で。損害賠償もやるんだって多分書くと思うんですけど、ちょっと入れてほしいんですよ。なんか
差し止め請求はすぐやらなかったらいけないの、絶対に。もこのままだったら希釈化するから、でやり始めたばっかしなんでまだ間に合うぞっていうのがあるんですよ。で損害賠償は、まあ、変更使用を行って間がないってことなんで、あまり損害って多分発生していないんですよ多分、まあ、これ一応金賞とか思われると書くのね。で次何書くの、これを行うことによって目的は達成するんではないんですか。ちなみに違いますね、え変更しようこらって希釈化されちゃうと困るんで差し止めとかやるんでしょ。でもうやるなって言ってやらなかったら一応目的は達成するんではないんですか。でも書いてもらいたいものは取り消し審判かけとかってことを書いたんでしょ、見るので。聞きたいのはどうやってつなげるんですかって聞きたいです。目的は達成したんじゃないですか、差し止め請求と損害賠償請求をすることによって一応個人の目的は達成したはずなんですよ。だけど書けって書いてあるね、試験の先生は。じゃあどうやってつなげるんですかってことです。その連貫です。でそれも含めて本当頭に入れてつなげた上で捨てるかどうかは別にやってもらいたいんですよ。やればいいって、状況設定どうなっていて、どういう状況なんで今こうしなければいけないっていうのを常に考えてもらいたいのね。ダメって、担当もそうなのね、どうもそうなの、いや求めていないかもしれないけど本当はそれダメなんですよ。考えて解くってことじゃないと、多分たくさん問題解いても機械的には多分解けるんです、でも場面的に解けなくなってくるんですよ、そこって。それも本当は毎日勉強することではないんでしょうかね、おそらく。でどうつなげるの、差し止めと損害賠償をやることによって一応現状的には問題がない状況になってるんですよ、じゃないですか。でも書いてくれっていう問題どう見たって変更しようなので取り消し審判51条で、これができればいってセットになっているものがあるよね。何でしょうね、51条って話になると類似関係を使っている、下手するならば専用権使ってないかもしれないって話が出てくるんで、不使用取り消し審判ってことあるわけでしょ、セットなわけですよ、特許庁関係ね。じゃあそのさっき言った差し止めと損害賠償が終わったできたってことになると、まあ、なぜ庁の見解につなげて書くんでしょうかね、その理由が欲しいわけです。理由、これどうしてですかね、理由、それもどういう順番で取り消し審判って書いていくと一番きれいにまとまるかって書いてもらったんですよ。不使用取り消し審判、不正使用取り消し審判ってどの順番で書いていくと第二に答えることになるかなってことです。どうですか、これを書いて完成なんです、書いとって。であと要件照らすってことね、要件認定となるところで最近とか同種と書いてあるんで故意がありますねとか多分やるんでしょ、おそらくやる場合って。それは分かるんですけども、そこじゃなくてそのつなぎを聞きたいんです。どうして目的達成なのにかかわらず取り消し審判を請求して消すってことを考えるんでしょうかというところです。どうして、あの論文の勉強って本当はここなんですよ、流れとかね、説明するときの流れの順番ってあるじゃないですか、これと同じように考えるんですね。どうでしょうね、そうなると、うん、分かんない、うん、でこれ残ってるとどういうことになります、結果的に。これ今類似関係ないんでしょ、俳句と do 俳句って多分非類似ですよ、どうしたらこういうことになってるんだろうね。で遠いんですよ多分現状は。でバッティングしていないもんだから設定登録になっていて、両方とも映像登録になってるんだっていう状況だよね。だけどこれ放置しちゃったらどうなります、この登録になってる商標って。俳句ってすごくこれ有名になってきてるわけですよ、現状の幅ってこれしかないですよ、今度の幅って。でもこれがずっと放置しちゃうとこうなることがありますね、広がると、有名になりすぎてしまって広がってしまうと、これを使っても混同ってあり得るわけですよ、わかります。登録になった時は全然違うんですよ、混同も承知でいないの、だから合法的に登録になってるんですよこれ。だけど放置しちゃうなら、今使ってるのこれ俳句を使ってると、これ有名なんですよ。でどん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 これ幅が広がっていって何もしませんって話になると、ここにも追ってやる可能性があるわけですよ。じゃあどうするってことね、じゃあ消すしかないんではないって考えるわけですよ。消せばこれを使ったって今度なんか生じないじゃないですか、
じゃあどう消すのって書くのね、次書くときって。で順番だったらまず不使用取り消し審判だよね、早いっていうところと、あとなんだろうな、これ変更しようかなっていうのはなんだっけ、指定商品が菓子だね、菓子ね。で菓子はそうなると、もしかすると、専業権の範囲使ってないっていう可能性あるよね。で審判請求を行うならば菓子は消えますよ。でも一応パンが残ってるっていう状況だね、ここね。で本件の場合どうかな、パンが残っていたとしたら類似関係の商品残っていればこれ生じるんではないですか、全部消さないと危ないって書くとね。でそこで正使用取り消し審判で消すって書くんですよ。であとは認定と、要件認定と書くところ、これが何だろう、昔の論文ですね。どっちかというと順番ってあるんです、どう書いていてまとめるかと。今違うでしょ、とりあえず差し止め損害賠償不取得返還請求で書いて、あと不使用取り消し審判、不正使用取り消し審判が書けば足りちゃうということになると思うんだけども、いいと思いますよ、それはそれでいいと思うんだけども、ただお家家で解くときってね、それを考えて解いてもらいたいんですよ、解くときって。じゃないと多分なかなか上達ってしないですよ。どういう順番で話していこうかなとかね、どういう順番で項目立てていくと話ってちゃんとまとまるかなってあるわけですよ。そこをちゃんとねやっとかないとまずいんじゃないって思います、だから給付試験の問題ってなんだろうな、ちょっとやっぱ違うんでしょうね、そういった意味ではね、でこれとすごく近しいのがイロハニホヘトって詐欺った問題なんですけども、あの時はもう多分そこまで書く必要性は全くなくてっていうところでしょ。でもこれしか聞いてないからね、2000字ですから当時もうここからねもうなってるはずなんで、平成10年から2000字に変わってるんです。でもこれしか問題がありませんので、完全解書いてもそんなにいかないでしょ、書くと言ったって。で求めてるも多分2000字書けってことでしょうから、それを踏まえて書くというところでしょうかね、でこの訓練ってね、試験合格との関係では遅くなっちゃうかもしれない、これあまりずっと考えてると。だけど論文の力ってすごく高まりますね、どういう場面があってどういう状況になってるからどうしましょうこうしましょうと考えるんですよ。で順番こう考えていって処理をすると。でもこれ仕事ってこういう順番でやるんではないんですか、順番設定を行ってと人に説明する場合ってどの順番だったら良いのかなって説明しないですか。で普通それが論文かなと思うんだけど、これいわゆる論旨ってやつです、筋ですね、流れとよく言われてるやつなんですけども、それがあった方がいいのかなと思いますよね。ってこれ問題でした、ね、というところなんで、簡単に言えばそんなことだというところでしょうかね、はい、じゃあこの回もこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様。